ナミさん、お疲れ様です。まあ、40歳からね、ネットビジネスを始めて、あっという間に私なりに人生がものすごく好転したわけなんですけども、自分の人生がなんとかなった時に、誰かね、同じような環境にいる人の人生もなんとかならないかなと思って、おせっかいにも、その速稼塾っていうものでね、他の人を稼がしたいなとかね、お金の問題解決をすることによって人生の問題解決につながるんではなかろうかっていうところもありまして、速稼塾を運営しておりました。で、これからもそれはね、変わらないつもりなんですけども、ここで一つね、もう一つ欲が出てきたんですよ。まあ私はね、ビジネスで人の人生を何とかしたいなって思っていたんですけども、ビジネスが苦手な人のためにね、今度は生きる基盤、政治とか、それから制度ってものを何とか変えることによって、で人々を豊かにできる方法もあるんじゃないかなと思ったんですよ。もちろんここまで来るともう個人の力ではなくて公の力ってことになりますので、選択肢は国会議員っていうことになるのかなと思いますけども、まあでも今の時点でね、国会議員になるっていう希望をまあ 100% 消す必要はないかなと思いまして、自分なりにできるとしたらどんな役割があるかなとかね、もしかしたら国会議員そのものじゃなくても政策秘書になってみたりとか、それから YouTuber としてね、国会や政治に物申すでも全然いいと思うんですよ。何かで、自分がこの世の中のね、役に立ちつつ自分の人生も壊さないようにっていうふうにバランスが保てるんだったらと思ってます。まあその中で今回ね、ナミさんから返信動画をいただきまして、やっぱりそうなんですよね。いや、速稼塾っていうのをこのまま続けていこうとしたり、自由な YouTube 発信をするっていうことを考えた時に、国会議員っていうのはね、逆に足かせになるんですよね。国会議員としてのその発言はいかがなものかとかね、それからもう今2万本以上上げてる動画の中に国会議員を貶めるような発言も当然ありますんで、じゃあそういったね、発言を過去にした人間がまさに自分自身で国会議員になることについてなんかそうはないのかとかね、あるわけですよ。あるんですけども、でもそういったことに縛られずに自分の思った人生をね、歩んでいければなと思ってます。まあ、とりあえずは政治に関わる第一歩目として町内会長ということね、やってみましたけども、まあ町内に関しましては、なんとかね、一年さばけたんで、次の世界を見ていこうかなっていう時に、まあ政治系チャンネルっていうのはね、私のこの悲願でもあったんですけども、この度成立することができまして、まあ本当に10日ほどで収益化ができたということなら、まあ最初の関門は突破したんだろうなと思うんですよ。それからこれからはね、この YouTube のチャンネルを1万人単位とかね、10万人単位のファンを作るチャンネルにしなければ、当然国会議員として当選することは難しいと思います。まあ少なくともね、やっぱり100万人チャンネルぐらいにならないと、それは当選はしないと思いますんでね。その辺私は片っぽでは冷静に見てます。自分の内在する資質ってのがね、チャンネル登録1000人2000人ぐらいではダメだなと。まあですんで、少なくとも1年ぐらいね、このチャンネルを運営しながら、じゃあ本当に10万人になるのかなと。メインチャンネルの1万7000人を軽々と突破できるのかな、まあそういったところにもあると思うんですよね。 YouTube で発信しているその内容が支持を集められないようなら、それは駅前や街頭で演説してもね、効果はないと思いますんでね。まあその辺ですかね。で、実際に国会議員になった時っていうのは、まあ東京の庁舎に住むようになると思いますけども、まあでもね、新幹線代はタダなんで土日は帰るみたいな、金曜日の晩に広島に戻り、そして月曜日の朝に、まあ、またね、登院するみたいな形になるのかなと。基本的に月から金が国会のある日ですからね。それから国会のない時とかっていうのもありますし、割とね、国会議員って自由なんですよ。しかも出席もしたりしなかったりでもいいんでね。まあゼロ出席だとガーシーみたいになっちゃうと思いますけども、まあでもね、週に1日だけでも出席するみたいな形も取れると思いますし、今はね、特に国会に毎日出席しなくても、自分の役割の時だけ行けばいいってことも分かりましたし、その他インターネットで国会の質疑をちゃんと見ることもできますし、実は国会議員の仕事ってべったりはないんですよね。結構暇っていうかね、サボろうとすればいくらでもサボれると、真面目にやろうとするといくらでも時間がないみたいな、そんなところなんじゃないかなと思います。まあそういうのもこれから見ていきながら、自分のサイズに合った服かどうかをね、確かめていこうと思います。まあでもね、ガーシー議員みたいに国会に全く行かなくても、国会議員としての仕事はずっとしてましたからね。知られてませんけども、たくさん国会に関わってましたんで、まあ、リモートでも全然できるなっていうところは、それで一つ分かりましたね。それよりも、国会に真面目に登院してね、
居眠りをして減点されるよりは、まあ、国会に行かない方が実はいい仕事ができるんじゃないかなぐらい思ってます。その辺もどんどん暴いていければなと思いますけども、いずれにしてもそんな先のことではなくてねそんなに最近のことではなくてもっと先のことにはなると思いますけどもね、はい。まあ、今回私が打ち立てたのは以前にはね、生活保護37万円、それから今回のリスキリング50歳以上の公務員制度、こちらの方ですよね。おそらくね、国会議員も公務員なら50歳以上でされてる方結構いらっしゃると思いますからね。しかも国会議員の方ってのは別にね、国会議員のテストを受けてるわけでも何でもなくって、それこそ地方自治体の公務員試験の方がハードなんじゃないかなと思います。ということでね、国会議員の方はだってその地方公共団体のリスキリングを受けてそこの行政職員になるって道もあると思いますんで、そうなったらなんかね、国会議員にしがみつくっていう人も多少は減るんじゃないかなって考えてますね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。